多分コウジが休んでたのも知らないよって人いると思うんだけど、まあそういう人に説明すると、ちょっと今言うの恥ずかしいんだけど、あのあのね、メンタルがねメンタルがね、ちょっとコーデのメンタルがガラスになっちゃって、まあ、それでね、割れそうだったからちょっとお休みしたのね。その、インターネットから離れてね、お休みしてました。もうほんとさ、ディスコードも開かなくって、ずっともうお休みしますって言ってからディスコードも開かなかったから結構連絡溜まってて、なんかね、おがゆがね、やっぱりなんだろう、大丈夫とかじゃなくってさ、なんかくだらない DM をやっぱ飛ばしてくるよ、おがゆって。いつなんかそこがすごいいいところなんだけどさ、おがゆので、久しぶりにディスコード開いて、あ、おがゆ面白いそれって返したら、五郎さん心配してたんだよって言ってね、返事が来たら飛びついてくる、すごい可愛かったあ、五郎さんって来たのがね、すごい可愛かったね。あと、ミオシャとガユがご飯誘ってくれて、ご飯食べに行ったりとかもした。ミオシャとかはさ、ミオシャとかおはようってさ、もうなんか、どうしたの、何があったの、ねえねえ何があったのじゃなくて、なんかもうこっちから言うまでそんなになんか聞いてこなくて、ただただウェイ騒ごうぜみたいな感じでね、そうなんかね、ほんと包み込んでくれる優しさをね感じましたそろそろ気づくりしてくるわ、何の配信やねんってなるもんね、これね。あ、待って待ってね、ちょっと待って、腕のモフモフ忘れた。ただいまー、ただいま。